どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回もウィッチクラフターになっていきたいと思います。ウィッチクラフトね、今日がめっちゃ来てて、その多分なんだけど、俺予想言っていいですか。コナミ社員と寝てるウィッチクラフトがいる。多分ね、シュミッタかエーデルあたり、まあ、ちょっとこれメスガキなんでちょっと幼女なんですけど、これね、エーデルかシュミッタあたり、多分ね、コナミ社員と寝てるね、これ多分。今日かめっちゃ来てて、でアンズちゃんのレベルアップ報酬で新しいカード来たんで、新しいウィッチクラフトで組んできました。強いですね、非常に強いです。で新規カードから説明すると、マスターピースめちゃくちゃ強い、ね、まずですね、発動時の効果として、ウィッチクラフトがいると墓地の魔法を同じやつ、相手か自分の墓地にある魔法カードを同じやつをデッキから持ってくるっていうことを持ってるんで、まあ、墓地に落ちてるエネコンをもう一枚持ってくるとか、援軍をもう一枚持ってくるとか、まあいろいろね、あと、サボタージュ落ちたらサボタージュ持ってくるとかいろいろできるんですよ。でこれね、もちろん丸1番のその同じやつ持ってくることも強いんだけど、丸2番のその墓地からこのカードと、魔法カード、なんでもいいんだけど、魔法カードだったらなんでもいいんだけど、これ除外するとデッキからウィッチクラフトをリクルートできるっていう効果を持っていて、でこれね、何が強いかっていうと、これトラップカードなんで、墓地に落ちていたら相手ターンでも使えるんですよ。スペルスピード的に UA ペナルティみたいな感じですよね。だからこれね、要は例えばさ、今までだったらさ、ベール出してさ、ベール破壊されたりとかして、なんかもう耐久できんくて腕切りされるとかあったじゃないですか、 BF とかに。なんかそのマスターピース落ちてると、その相手ターンにリクルートできるんで、ジェニーを。だからジェニー出して、これレベル1だからね、だから魔法カード1枚除外したら出てくるんだけど、これジェニーまた相手ターンで出して、相手ターンでそのベールになるとかできるんですよ。で結構ね、そのこれが強く、その動きが強いですね。だから一旦そのマスターピースを墓地に叩き落としておくみたいなこと結構やります。これが非常に強い。でエーデルちゃん可愛いんですよ、素晴らしい。イラストアートが高すぎるんだけども、こいつも結構強くて、まあ上級なんでね、ちょっと若干自己札になりがちではあるんだけども、手札から魔法カードを1枚捨てると、手札のウィッチクラフトを特殊召喚できるよっていう効果と、あとこのね、マナ2番が強くて、こいつをリリースすると墓地のウィッチクラフトをエーデル以外の魔法使いを特殊召喚する。だから何でも特殊召喚できるんで、例えばライラ特殊召喚することもできるし、ベール、一回死んだベールを特殊召喚することもできるし、もう一回シュミッタのを特殊召喚してシュミッタの効果使うってこともできるし、まあ、結構いろんな使い方ができるんで、この蘇生するっていう方の効果、これが強いです非常に。あと2000打点あるっていう、これもね強くてね、ベールの横にこれ並べるとね、結構そのなかなかのビートダウンデッキになるんでね。なので、まあ、これは可愛いし強いってことで、まあ、1枚ぐらいでいいかなと思ってますね。はい。でトラップカードがね、このパトローナス、なんかちょっとハリーポッターに出てきそうなエクスペクトパトローナムだっけ、なんかそのなんかパトローナムよ来たれみたいな魔法ね、のあれに似てるんだけども、あとこいつのこのこれ完全にあれにしか見えんっていうのあるよね、この人髪型。ちょっと関係ない話置いといて、このカードも結構強くて、除外されてるウィッチクラフト、もしくは墓地のウィッチクラフトをデッキに戻すとウィッチクラフト魔法を持ってくれるっていうことと、墓地のこいつを除外すると除外されてるウィッチクラフト魔法を回収できるっていう効果があるんで、だからこれでね、例えばマスターピースでガーって除外したウィッチクラフトも一気にこれで回収したりとかできるんで、そうするとすげえことになりますね。はい。というわけで早速ね、スキル、僕ちょっと対戦中多分ね、メスガキいるじゃん、新しいマサキアンズ DSOD とかいうメスガキのレベルを上げたりスキル掘ったりしてるんで、それ使ってますけど、一応魔法の使い手がなんか多分、一番いいんじゃないかなっていうとか、まあ、あと悪夢のショーとか、まあ、どっちにしてもパンドラで使うのが結構いいかもしれない、このデッキは。というわけで早速ね、回し方ご覧いただきましょう。コナミ社員いいな、俺もちょっと枕営業してほしいんだけど、デュエル。お、新キャラ対決やんけ。ちょっとスキル掘ってるんでね、多分デッキレシピ紹介の時はね、魔法の使い手かなんか、悪夢の召喚なんかにしてるかなと思うんですけども、スキル掘ってるんで、すいません、なんかわけわからんスキルになってます。とりあえずちょっと初動がないんですけど、パトロナスじゃね、マスターピース落ちたのでかいね。マスターピース落ちてると相手ターンに展開はできるんで、バック剥がしに行きましょう。これなんすか、絶対さ、ウィッチクラフトってさ、
コナミとさ、デモンズチェーンね。はいはいはい。ちょっと辛いけど、まあまあしょうがないか。絶対さ、コナミと寝てるやつ、これ連打できるんだ、これ。これ一応。これ、連打してビリビリってやって、一生迷惑プレイできるんだ、これ。これ、ビリビリってやって。これ一生迷惑プレイバラた。マスターピースまあ落ちてるんで、展開はできるので、ほっといても多分大丈夫そうですね。相手ターンに、ウッチクラフトは出せるんで、ただ大丈夫ですね。さあ、お会いしてる方、一体何デッキなんでしょうか。今のところデモンズチェーンしか見えておりませんので、どういったデッキかはわかりません。ただ、相手ターンにメスガキを出すことはできるんで、全然余裕。まあ、マスターピース、あ、まあ、ムーンライトか。ムーンライティング?ムーンライティング?これ、ムーンライティングでも、あれだね。3か。ピットレ出しちゃってもいいかもしんないけど、除外されている、するカードが何かによるんだよな。あ、でも弱いな。でも、ピットレか、さすがに。ジェニー別にいいや、今じゃなくても。ちょっとピットレ出して、次のワンドローでなんか、強いカード引きに行ったでしょ。で、ピットレ。はい。で、何が出てくるかによるんだけど、相手の効果無効にできるんでね、なんとかなるんですよね、大体。まあ、それは全然いいんですよ。それは全然良くて、しかもこっちエクストラデッキからモンスター出ないんで、基本的に相手のデッキ融合はできませんからね。ムーンライトにも少し、動きづらくはしてますね。エクストラデッキないデッキなんで、基本的にほとんど。で、2回殴ってくるんだった、あ、でも、あれか、今ゼロになってないから、攻撃力がゼロになってないんで、そんなに、どっちでもいいですね、今ね。これが強いですよね。相手ターンに、ベール出せるっていうのが、ほんとに強いです、これ。これめっちゃ強い。これで相手の妨害できるんで、だマスターピース落としとくのすっごい強いです。あっ!あーってそういうことしますそういうことしちゃうぜ。そういうことしちゃう感じ。なるほどね。ターン終了か。なるほど。パトローナス使う。で、戻すのがライラ。で、サボタージュ持ってこないといけないんで、サボタージュ持ってきましょう。これ強いよね。この動き結構強くね?ドロー。で、一応、ベール、あー、なるほど。ベールが、2体目来たか。これ、ラバゴ処理してーな。ちょっと、ラバゴ処理する方向で動こうかな。ピットレ、とりあえず、効果使って、一回ワンドローしてから考えよう。あ、ピットレ来た。なるほど。んー、まあでも、ピットレやれな。サボタージュ。サボタージュ。サボタージュ、アドバンス、で、殴っ、効果無効にして殴って、ムーンライトのダンサーは戦闘で破壊されないよっていう効果を持ってるんですけど、あれ効果なんで、無効にしちゃえば戦闘で破壊できるんですよね。だからこれちょっとスキルドレイン打ちましょう。マスターベールで、まあ、切るのなんでもいいんだけど、帰ってこないやつ。帰ってくるやつか。帰ってくるやつを落とせばいいから。まあ、こうかな。で、バトルフェーズ入って、で、これぶん殴って、はい。で、これ戦闘で破壊するようになった。で、ターン終了でエンドフェーズコラボレーション帰ってくる。で、デモンストレーションも帰ってくる。オッケー。よし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 。いいぞ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 。いいぞ。さあどうするかな。こっち今、全部で4000になれるんですよ。打点が。で、相手のモンスターの攻撃力は効果無効にすると下がるのがほとんどなんで。はぁ、なるほど。シンクロも入ってるんだ。シンクロも入ってるやつ。それ戦闘化されないから確かに壁になっていいかもね。でも43で多分出てきて、そんなに困るやつがいないから。43で出てきて困るやつがいないんですよ。デストロイ侍。ああ。大丈夫だね。それも効果無効にしたらいいから。じゃあ、ベール強すぎませんこれ。ベール最強か
強すぎるだろベール。これデストロイ侍マジで無力ですからね、これね、今完全にこれも全くの無力、効果発動できてしまうという効果無効になっちゃってから。いや、このメスガキ強すぎるんだよな、このメスガキ強すぎるんごねえ、メスガキ強すぎるんごねえ、これ相手も何もできないんご、これつえ。ちょっと一応戻すやつなんかいるから一応使うか、これ戻しちゃっていいや。はい、戻して、ほんでサボタージ持ってきて、いやこれ強すぎません、最強すぎるでしょこれ。あー勝ったー、つえつえ、これエーデルだろ、これエーデルパイセン行こう。でシュミッター効果発動して、でこれでジェニーでいいかな、ジェニー落として、でコラボレーション2連打しましょうか、一旦ねコラボレーション2連打しましょう。でピットで特殊召喚もしていく、でこれクリボールカイドロドケアも OK で、コラボレーションでまずこのエーデルさんを2回攻撃させることにする。でさらにジェニーさん効果でコラボレーションの効果をコピーし、こいつを2回攻撃できるようにする。はいはいはい強すぎか、おい2連5連打だ、グーレンダーだ、グーレンダー、アップアップガールズグーレンダーボドル、1連打め2連打め、カイトロイド投げても勝てるって強すぎん。ウィッチクラフトの中にさ、コナミの責任者と寝てるやついいんだよな。あ、これエネコン、これエネコン捨てないといけないやつや、これちょいきつやな、これちょいきつや、ちょエネコン捨てないと展開できねえ、しょうがないか、魔法もねえからこれベール出すしかないんだよな、魔法もねえからこれベール出すしかねえな。これでピットレで何引くかっていう話はあるけどね、ピットレパイセンでこれ何引きますかこれ。ああマスターピースでいいね。で援軍発動なんか落ちて、あーオッケ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 ー、まあ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 、これはまあ1回ライラでいいかな、まあ一応1枚返ってくるんでなんとかなりそうですね、なんとかなりそう。ジェニーはもう使わなくていいから、マスターピース落ちてるので多分なんとかはなると思います。一応このベールが突破されても次の後続を用意できるんで、やっぱマスターピースめっちゃ強いな。今まではさ、ここでさ、なんかお祈りでさ、ベール突破されないでってお祈りすることしかできなかったんだけど、これなんとかなるんだよね、このマスターピースがあることによって一応展開できるんで2体以上。いやー素晴らしいですね、ほんと久しぶりに DSOD ワールドのキャラクター、久しぶりに有能キャラが来たかなって感じですね、久しぶりに。あ、地下鉄野郎だ、地下鉄野郎、これ通信状況悪いんで地下鉄乗ってますね彼は。さあ1枚セット、はいはい、1枚セット、はい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 、皆さん、西村拾いかないっていう、YouTuber 知ってますか？最近、アロマ？めんどくさそう！めんどくさそう！西村拾いかないっていう、YouTuber 知ってますよ。西村拾いさんのモノマネをしてる YouTuber の方なんですけど、最近西村拾いかないの動画しか見てません、私。アロマガーデンで、ワンドローはさすがにちょっと、これほっとくとアドバンテージエグゾになるんで、これ多分ね、これ一回無効にした方がいいと思うんだよね。これワンドローがほんとめんどくさいので、アロマっていうのはこいつのワンドローを許しすぎるとアドバンテージえぐいことになるから、これまあ普通にあれでいいんじゃない、メイン、あー弱いな、でもハンドが、ハンドちょっと弱いから、まあ1回ピットレ効果使うか、ピットレ効果使って、何引けるかによるんだよな、これワンドローしてから考えよう、ドローしてから考える。あーカワキの数か、死んでしまったとしても、ああ大丈夫だね、カワキの風、カワキの風ちょっと破壊しておきたいな。何落ちてるか、あージェニーか、まあでもエーデルはワンチャンデモンストレーションとかで出せるかな、ジェニーでいいんじゃないかな。で、とりあえずちょっとカワキの風だけ破壊したいから、カワキの風だけ破壊しよう。
これ一応めんどくさいんだよね。やっぱそのモンスター破壊する魔法トラップカードはやっぱその優先的に破壊した方がいいと思うんだよね多分。でデモンストレーションか。デモンストレーションコピーするのありだな。デモンストレーション、うん、これコピーして、でエーデルだし、でバトルかな。やっぱ魔法は1回残しておきたいな。攻撃反応系かなんかだったらもうしょうがないから。なんか攻撃反応系だね多分これ。分断とかかな。まあそれは別にいいや。分断とかだったら全然。出た、ソーンウォール来た。これミラーフォースや。あぶね。まあほぼ守備なんで大丈夫で。ソーンウォール入ってんのか。なるほど。でライラで墓地送っていく。でサボタージュ効果とデモンストレーションは今使ったから帰ってこなくて、あ帰ってくるのか。あコープしたっけか今。あ強い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 。オッケー。なんか知らんけど計画通り。あとはね、あのね、このアロマージジャスミンのこの効果はマジでめんどくさいから、これ無効にしてって、であとカワキの風ちょっとケアしてローリエ。はい、いいよ。それなんだっけ、なんか特殊召喚してチューナーにできるみたいな感じだね確か効果。アロマージ、そいつは別に効果発動してからでいいや。はい、守備 OK で、アロマガーデンかで、アロマガーデン OK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  で、ジャスミンワンドローで、ローリエでチューナー化するみたいな効果。それ中中するのは全部無効にする。すべてを無効にしていく。すべてを無に消していく。おい。よし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 。さあ、迷惑対決来た。これ絶対制したい。この迷惑デッキ対決めっちゃ制したい。ライデン。なるほど。ライデン。ああ、そういう感じですか。強いですね、ライデンも。これは、ワンチャンスクラップドラゴンっていう最強モンスターを出せる可能性がありますね。これは、これ一回効果使いましょう。効果使って2枚墓地送りまして、でですね、スクラップドラゴンを出していきましょう。スクラップドラゴンもすげえ相性良くて、結局こういう盤面ってウィッチグラウンド魔法返ってくるから、あの手札に、だからコストにしても大丈夫っていうね。これこれコストすんじゃん、これ返ってくんだよ。これこれ強くない。サボタージュ使いましょう。で、エーデル墓地落ちてるんで、エーデル蘇生しまして、で、マスターピースも落ちてるけど、マスターピースそんなにいらなくて、で、これ殴ります。で、これ、あ、なんだこれ。あ、なんだ。あ、ローリエか。そんなことがあったんだ。破壊されると、自分は500くらい回復する。まあ、それはいいわ。マジョラム。あー、これ順番間違いたくせえな、これ。殴る順番。殴る順番間違いたくせえ。なるほど、除外か、墓地のカード除外。あー、これジャスミンからやった。めんどくさい、めんどくさい、ちょっと間違えた、ごめん。そうか、今のはあれだな、あのアロマージジャスミンから殴ってワンドローさせないようにしないとちょっとアドバンテージ的な問題が発生するので、まあ、サボタージュはまあ最悪後でパトローナムで、エクスペクトパトローナムでいけるんで、これちょっと間違えましたね、すいません、間違えました。まあでもモンスター効果は無効にできるからまだなんとかなると思う多分。いやー、これちょっとこのミスで俺負けとかだったら俺立ち直れないかもしれない。このミスで負けるんだったら俺立ち直れなそう。1枚セット。あー怖い、もうアロマのトラップ嫌だ、やだ、もう助けて、なんだろうあれ、めぐみの風とか引かれたらクソめんどいな、どうしよう、超めんどい。まあでも一応ね、スクラップドラゴンが生き残ればね、あの永遠に、あの無限に破壊できるんでね。あ、でもしかもパトローナム持ってんじゃん、強っ、最強か。マジラムで除外したやつ戻ってくるぞ、最強だったわ、関係ねえわこれ。パトローナム、これこれさ、パトローナム使っていいんじゃね、最強じゃんこれ。パトローナム、エクスペクトパトローナム、パトローナスよ来たれ。さあ、除外されているウィッチクラフトをいっぱい回収できるぜ、最強すぎる、強い強い、なんという強さ。そのわけ確認、あー光るか、光るは別にいいか、光るのは別によくて、で1枚セットしてスクラップドラゴン焙煎の効果使って、焙煎の効果でセットされているカードと相手の伏せカードを破壊していく。さあ、おつらいでしょう闇遊戯さん。ライフポイントは赤バッキの風、いいでしょう、
川家の風そんなに耐久力上がんないからね、あんまりね強くないと思うんだよね基本的には。であとはもうほんとひたすらにさコラボレーション打っていけばいいだけっていう話やから、まずコラボレーションこいつに打つじゃないですか。でJ2 いますねはい、見ました。はい、来ました。ウィッチクラフト4連打、ウィッチクラフター4連打来た。で攻撃表示に変更していく、バトルフェーズに移行していく。さあエーデルパイセンの効果じゃなくてダメージ計算時ベールの効果、4000になって、はいドーン、もう一回ドーン、あやばいやばい時間ない、はいドーン、はいドーンじゃえこの4連打強すぎない？パイセンありがとうございました。さあお相手の方、石津シュタール選手をよろしくお願いします。ああ反応いいですね。これは理想的な、かなり理想的な展開ができそう。でコラボレーション墓地送りまして、ピットレかなんかでいいかな、ピットレでいいか、まあんまアンドロージェニーの方がいいかな。ちょっとこのピットレかジェニーか問題って少し難しいですよね。どっちを落とせばいいのかなっていうのがまだよく分かってないんだけど、こうしてでシュミッター効果でこれでマスターピース落として、マスターピース落として、で魔法1枚は残しておかないといけないもんで、ですね、サボタージュ回収でコラボレーションは回収せずに置いとくと、これで一応ベールが突破されても大丈夫ですね。これでマスターピースでリクルートできるんで、多分なんとかなるかなって感じ。まあベールが突破されてもね、まあ、あんまり突破、自立行動ユニットすごい輝いてるな、すげえ輝いてるやん、なんやそのカード、どういうことや、どういうことや、捕食封印、あエネミーコントローラー、やばい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 、捕食封印やばいな。ちょっと待って、マスターピース腐った、マスターピース腐った。コラボレーション、あでもそれは大丈夫じゃね、え1000で2連打でしょ、え大丈夫じゃね、いやいけるでしょ、いけるいけるいける、大丈夫、あいつこれ大丈夫大丈夫だって、これだって戦闘でしか、相手のモンスターの戦闘でしか立て上がんないから、いやいけるでしょ、はガン決まりすぎだろテグだこいつ、ジャイアンじゃねえかこいつ。